フワンプリム・テッドアンの戦いでのプリム・フワンプリム、1814年12月12日から1870年12月30日は、スペインの軍人、政治家。カスティジェ・ホス・公爵レウス白・伯爵ブルクシシャク。軍人の子として、レウスで生まれた。1834年29歳で、民兵隊に入隊し、その後、 イサベル2世側の公式な義勇兵として第一次、カルリスタ戦争に身を投じ、ソルソナでの戦いなどで功績を挙げて、26歳で大佐とナリサンフェルナンド軍事勲章を授与された。内乱は1839年8月のベルガーラ協定で収束し、イサベル2世下での摂政政治体制となり、1841年にタラゴナ県副議長の議席を得た。 同年からのバルドメロエスパルテーロー接下において、旧体制の廃止や自由貿易が推進されると、強い関税を課さないことで、イギリスの織物を間接的に支持していると非難し、カタルーニャ州の繊維産業の衰退を憂いて、保護貿易を訴えた。1842年11月、バルセロナに対する措置に抗議して、パリへ赴もむき、追放されていた。 旧摂政のマリア・クリスティーナ夫妻に求情を訴えた後にスペインに戻る。1843年5月、友人で軍人のロレンツォ・ミランズラとバルセロナへ赴き、反政府勢力として活動、デラ・トーレコー、フランシスコ・セラーノと共に、勢いよとマドリードへ入った。1844年にイサベル2世が申請を開始すると、 セッションマリア・クリスティーナはプリムを少々とし、レウス・伯爵、ブルクシシャクとした。首相であるラモン・ナルバエスは、憲法上の自由の意味するところを理解するのに、失敗し、反対の意を表明していたプリムに、フィリピン軍党への6年の流刑を宣告した。この宣告は実行されず、プリムは1847年に御社が下るまで、イギリスとフランスへ亡命していた。 スペインへ帰国すると、まずプエルトリーコの知事となり、クリミア戦争においては、スルタンと交渉する、軍事代表を務めた。1854年に、コルテスの議員となり、1856年には自分を、陸軍中将に昇進させた、レオポルド・オドンネル将軍を支持した。スペイン・モロッコ戦争では、数多くの戦いで先行を挙げ、カスティジェホス公爵位を授けられた。 ナポレオン三世の野望に満ちた企みを了承するのを拒み、プリムはメキシコでスペイン軍を率いた。スペインへ帰還後、彼はカタルーニャでの反体制派に加わった。彼の試みは1868年4月にナルバエスが死ぬまでにすべて失敗に終わった。その後、イサベル二世が徐々にイエズス会の影響を受けるようになり、体制が先制的となり、 ついには、フランシスコ・セラーノまでが亡命した。1868年、セラーノとプリムが帰国し、海軍指揮官、フアントペテは艦隊を指揮して、カディスで反乱を起こした。1869年7月、セラーノは、摂政となり、プリムは、議長となり、陸軍元帥とされた。1870年11月6日、イタリアのサボイア家のアマデオ一世が、 スペイン王に選出された。しかしプリムは12月28日にコルテス内の支出にいたところ、正体不明の暗殺者によって銃撃され、2日後に死んだ。コルテスは国がプリムの維持たちの非公権人となることを決めた。その3日後、アマデオ一世は新憲法の制定を制約した。ありがとうございます。